続いてはスポーツの話題です。サッカー日本代表の活躍もありワールドカップの話題で持ちきりですが、県内ではプロ野球やメジャーリーグでの活躍を夢見る選手たちが集うジャパンウィンターリーグが今日開幕しました。スカウト陣に実力をアピールする1ヶ月の戦い、プロを目指すラストチャンスと野球人生をかけて挑む24歳のピッチャーを取材しました。自分の夢がプロ野球選手ということで、少しでもこの期間でプロ野球選手に近づければなって思ってます。長打力が売りなので、しっかりそれをアピールできるように、はい、今から準備して頑張りたいと思います。今日開幕したジャパンウィンターリーグは NPB やメジャーリーグのスカウトが集まる中、プロを目指す選手たちが1ヶ月間で22試合を行うトライアウトを兼ねたリーグで、県出身者15人を含む70人の選手が国の内外から参加しています。熱意を持ってこの沖縄に来ている選手たちですので、プロ野球もしくはメジャーリーグもそれこそ本当夢は大きく持っていいと思うので、ぜひ掴み取ってほしいですよね。初日の今日は選手の能力を測るフィジカルテストが実施され、このデータをもとに選手たちは4つのチームに分かれ、明後日から始まるリーグ戦で実力をアピールします。すごいバッターと勝負してどんどん自分の成長につなげていきたいです。うるま市出身で社会人チームのビッグ開発ベースボールクラブに所属するコーチ亮太投手24歳。コーチ選手の持ち味は身長168センチながら最速150キロのストレートとキレのある変化球。パワーピッチャーというタイプなんで、自分は力強くどんどんまっすぐで押してキレのある変化球を見せたいと思います。力強い投球を見せるコーチ選手ですが、投手としてのキャリアはまだ3年ほど。大学4年の時に野手から転向しました。投手としての伸びしろを買われ、大学卒業後は独立リーグ四国アイランドリーグの徳島インディゴソックスに入団。最速150キロの直球を武器に NPB 入りを目指していた矢先、コーチ選手に試練が訪れます。コロナの影響はかなり大きかったと思います。新型コロナの影響で十分な練習ができず、投球フォームが崩れてしまったコーチ選手は1年で契約打ち切りという挫折を味わいました。デビュー戦あって、その時にスカウト来てはいたんですけど、もうその時から球速が落ちてて感覚わからないまま過ごして、やっぱとても悔しい思いでずっと過ごしていて、沖縄に帰って社会人チームで一から出直したことで球速や変化球のキレが戻ってきました。やっぱり諦めきれずに、もう24歳っていう本当に年配になってきてではあるんですけど、まあ、いろんな支えてもらった人たちに感謝したい思いもあるんで、もう形で恩返ししたいと思います。午前中の練習が終わると、アパートの管理やメンテナンスの仕事に携わります。野球ができる時点でもとてもありがたいことなので、年齢的にもプロを目指す最後の機会と捉え、並々ならぬ思いで挑むコーチ選手。もう24歳っていう立場はもう本当にラストチャンスになってきて、もう別れ目、運命の別れ目になってくるので、死に物狂いで人生かけてやっていきます。独立リーグでは見せられなかったピッチャーとしての実力をウィンターリーグで発揮できるか、野球人生をかけた1ヶ月の戦いが始まりました。
コーチ選手は沖縄大学の後輩で、先月のプロ野球ドラフト会議で中日から1位指名を受けた中地礼也選手の存在も大きな刺激になっていると話していまして、先輩として負けられないと奮起しているそうです。ぜひ実力発揮してほしいです ね。 そして今日のフィジカルテストにもすでに5人のスカウトが来ていたそうで、足の速さや球速だけでなく練習に臨む姿勢だったりをチェックしていると話していました。あさってから始まるリーグ戦は一般の方の見学も可能ということです。ぜひ足を運んでみてください。